神奈川県藤沢市片瀬に立つ日蓮宗の寺。3号は、流行山。北条と宗の命により処刑された、と星中ら元国志の塚があることで知られる。また、しだれ梅の名所としても知られ、梅がほころぶ初春には、多くの観光客が訪れる。旧本山は、美信山駆動寺。塩市方園。流行には、罪人の処刑場があったが、 場所については、諸説あり、処刑場は、流行寺の入り口西側、埋葬地は、常立寺辻、すばな通り中央付近の西側などの説がある。第一の原稿である文永の役の翌年、文永12年4月15日長戸国室津に、上陸し、高来等の各国と同様に元への復讐を求める、国書を携えた、と聖中ら元の国士ら5名も、 賢治元年9月7日処刑されこの地に葬られた。処刑された者たちを弔うため、誰、姿森と呼ばれる流行寺の隣接地に埋葬され、面影塚を作り供養塔を建てた。ここに、新言宗のエコ院イン寺と称した寺が、創建されたのが、常立寺の下である。その後李承寺は、協力五年に、妙光山北家寺七千日号により日蓮宗へと、 改修し練立り辻と改称した。当初は、北家寺の末寺であったが、元禄十一年美信三駆動寺の末寺となる。改修後は、周辺の日蓮宗の寺七寺とともに、林番で流行寺の住職を務めていたが、流行寺に住職が置かれるようになった1886年19年以降は、林番制度はなくなり、本寺の運営に専念するようになった。 第四整備等の時に万神堂が作られた。1925年9月7日、時の住職磯の本生により、元使い塚が建てられた。2005年4月7日、朝昌龍や白鵬らモンゴル出身の幕内、十両力士らが元使い塚を参拝。モンゴルで青い布を五輪等に巻き、元使いを弔った。その後も毎年、藤沢で、 巡業の際に、モンゴル出身力士による、元使い塚参拝が行われるようになり、五輪島には常に青い布が巻かれるようになった。2007年3月1日には、モンゴル国大統領、ナンバリーン、エンフバヤル夫妻が、元使い塚を参拝した。ありがとうございます。